さあそれではヒーローインタビューです、プロ初先発そして初勝利を挙げました鎌谷投手から伺います。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。昨日のゲーム前の取材ではまだ緊張はしていませんというお話だったんですが、今日のマウンドに上がるまでやはり緊張しないまま過ごせましたか？いや、昨日寝る前にちょっと緊張していつもより寝れなかったです。そんな中マウンドに上がった時の心持ちっていうのはどうだったでしょう？まあ、今日はやったろうっていう気持ちで上がりました。初球の選択まっすぐだったかと思いますが、そのあたりはどうだったんですか？まあ、しっかり初球から腕振っていこうっていう意味で多分まっすぐだったと思います。まあ、初回を三者凡退で打ち取ってすぐその裏に味方が点を取ってくれました。ベテランの栗山さんの一発でした。どんな心持ちでした？やっぱりすごい先輩が先制点取ってくれたんで、自分もしっかりいいピッチングしてやろうって思いました。ファームで磨いてきたという、左バッターへのチェンジアップ、そういったところ取り組んだことは十分出せましたか？まあ、最初はあんまり出せなかったんですけど、徐々に出していけたんで良かったと思います。それにしてもカウントが少し悪くなってもきっちりとストライク取ってましたよね。まあ、打たれてもいいから力強い球を投げようと思って腕を振ってました。そして今日の相手は、コンビを組んだのは同じルーキーの柘植選手でしたけれども、リズム、息どうでした？柘植さんがすごい引っ張ってくれたんで自分も楽に投げれました。そのいいリズムで5回にはさらに味方が点を取ってくれました。マウンドを降りた後、まあ、6回以降ですね、マウンドを降りた後後続のピッチャーに託す中、どんなことを考えてダグアウトにいました？まあ、後半にいる先輩方のピッチャーはすごいピッチャーばっかりなんで、まあ、安心して見てました。そしてゲームが終わってウィニングボール渡されたかと思いますけれども、今お手元にありますか？はい、あります。ちょっと見せてください。いや、いいんですよ、大きく高く上げていただいて。このボールどうしましょう？両親にあげたいと思います。そしてそのボールをきっかけにどんなピッチャーになりましょう？まあ、浜谷が出てきたら安心だって思えるぐらいのピッチャーになりたいと思います。たくさんの今拍手が送られていますが、友厚コメントも来てます。浜谷、柘植、ルーキーバッテリーに拍手、プロ初勝利、よくやった。ありがとうございます。こういったたくさんのファンの皆さんに改めて一言お願いできますか？まあ、今日はお越しいただいてありがとうございます。すごい声援が力になっていつも以上のピッチングができました。また次もいいピッチングできるように頑張るので応援よろしくお願いします。本当にプロ初先発初勝利おめでとうございました。ありがとうございます。投手でした。まずはプロ初先発で勝利を挙げました浜谷、99年の1月26日生まれですから今21歳という、また本当に期待のルーキーサウスポーが出てきました。まあね、インタビューの答え方もルーキーらしくていいですね。初々しい感じが出ていたでしょうか。そして今度はお立ち台に栗山選手が上がっています。では栗山選手のヒーローインタビューです。そして続きましてはそのルーキーの初勝利に大きな援護をしましたベテラン栗山拓実選手です。今日は今シーズン2度目の4安打でした。バッティング素晴らしかったですね。ありがとうございます。なんといってもまず初回の亀谷投手への援護点、手応えバッチリだったんじゃないですか？そうですね、かなり手応えバッチリで、はい、いいスイングができたと思います。
それほどしっかりとした手応えっていうのは近年何回目ぐらいですかね。わからないです。わかんない。まあ、ただその後、その1点の後というのはなかなか野手の皆さんも援護しきれないという状況の中の5回の得点ですが、1点を取って、まあ、ダブルスチールがうまくいかなかったその後のあの1本のヒットというのはゲームの流れを作っていく中ではとても大切だったと思うんですが、そういった重要な場面、栗山選手どんな心持ちでバッターボックスでボールを待っていたんでしょうか。いやもう今全部言ってくれたんで、まあ、非常に大事なところになると、うん、まあ、1、3塁のチャンスを作って、くれたバッター、外崎と源田、まあ、すごいいいチャンス作ってくれたっていうので、ここやなと思ったんですけど、まあ、よりここが勝負やなっていうのがありましたんで、まあ、なんとかヒットになって、よかったです。その勝負どころの集中力がそのルーキーに初勝利をプレゼントしました。大きなあの一本を浜谷投手がどういうふうな今後生かしていってほしいなというふうに思いますか。いやもう浜谷は浜谷のピッチングを自分のできることをやってくれたらもうそれで十分だと思いますんで、まあ、今日は本当にルーキーなのかなと思うぐらいのね堂々としたピッチングで、僕たちがもっとね早く点取ってっていう気持ちはあったんですけど、僅差のゲームでも安心して見られていたっていうのはなんかこう不思議な感覚でした。はい。そして栗山選手にも友達のコメントが来ています。栗山拓実様、控えめに言って最高です、打点もりもりの猛打賞というふうにいただきました。たくさんの今拍手も湧いていますけれども、ファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、皆さんの期待に応えれるようにここぞの場面でなんとかこれからも打っていきたいと思います。浜谷が投げる日はなんとか打てるようにこれからも頑張ります。はい、ありがとうございました。栗山拓実選手でした。ありがとうございました。ということで楽しいヒーローインタビューになりました。今日は浜谷ルーキーがプロ初先発で初勝利、そしてそこに応えたベテランの栗山、今日は4安打ホームラン含め2打点の活躍がありました。やっぱり栗山選手も言ってましたが、鈴木さん、やっぱり投げる姿が非常に良かったみたいなコメントも今。